2018年7月に公開された大ヒット映画、劇場版コードブルー、ドクターヘリ緊急救命マイナス、西浦雅紀監督で末期の胃がんに侵された、富澤美智を演じ、丸刈り姿を披露して、話題となった女優の三谷花純さん、22、が、晴れ着姿で、インタビューに応じた。山谷さんは、身内からは、感動したよ。って連絡をもらいました。10年間続いてきた作品のファンの方から SNS で良かったですと役を褒めていただけた声が届いたのが何より嬉しかったです。長い間この作品を愛されてきた方々に何か一つ届いたのかなって思うことができました。今後の仕事の励みになり幸せだなって思いましたと噛み締めた。撮影は山谷さんが20歳の頃だったという。地に足がついていないふわふわとした状態の自分が嫌な時に出会えた役でした。この役と一緒に何か強いものを持てたらと思いました。そのきっかけが髪を切るということだったんです。これも縁だったと思いますと振り返った。山谷さんは放送中のフジテレビの月9ドラマトレース科捜研の男月曜午後9時で沢口の女荒木優子さんの妹カンナを演じている。荒木さんと共演経験がある三国さんは荒木さんの顔を見ると安心するんです。笑い一緒に食事をするシーンがあったりするのですが、おかずどれから食べようかとか、たわいもない話で盛り上がったりしますと撮影中のエピソードを明かした。